はい、どうも、こんにちは、ミスターアイスです。今回は、えー、トランプのテクニックですね。ボトムディールというテクニックを解説いたします。で、このボトムディールは何かっていうと、一番上にかあるカードを取ると見せかけて一番下を取るというカードです。あ、カードじゃない、トリックです。で、これは、ちょっと一番上のカードをね、軽く押し出します。こうやって。押し出しといて、でも、同時に、この下のカードも少し押し出しておきます。で、その時に、こうやって、一番上のカードを、あんま押し出しすぎるのもいけん。ちょっとだけ出すだけね。軽く出す。 あんま出さなくてもいいと思います。で、あの、あんま出しすぎると、こうやって、あの、ちょっと見えちゃうんで、2枚あるのがね。なんで、えっ、ー、と、じゃあ、ちょっと戻しといて、こんな感じ、ちょっと押し出します。で、今から、この、こっちの、えー、こっちのね、指を使って、こうやって下から、こっから、こんな感じで、一番下のカードを取るんですけど、それと同時に、親指をこっちに持ってきて、このカードを元に戻します。で、揃えます。だから、こっから、 一緒に、こうやって、まあ、最初の方、最初の時は、ちょっと出しといた方がやりやすいと思うんですけど、ちょっとだけ出しといて、こうやってやって、こんな感じ。これを早くやれば、一番上のカードを取ったと思われるんですけど、まあ、実際一番下を取ってると。そういう感じになります。これを使うと、エレベーターカードなどのマジックで使えることができます。まあ、あの、縁がないカードの方がいいと思いますよ。はい、以上です。